すごいことがあった。めっちゃ景気がいいことが起きた。発表したいと思います。私明日オートクチュールドレス着られることになりました。確定しました。よろしくお願いいたします。嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。あのね、私あのハッピーちゃんのポップアップストア今3日間やってるじゃないですか、表参道東京の方で。でそれで行くんですけど、ただはるちゃんは化粧品あそこまで量買わないかもなと思ってました。でさらにでもあと10万円分買うとドレスが着れて、で撮影ができるという特典がついてました。はるちゃんはそのドレス、そんなになんか着たいドレスのデザインないかなとか思ってました。でも私ずっとインスタ見て、ずっとドレス見てるなって気がつきました。でそこで分かったことがあります。おそらく私拗ねてます。10万円分も買えないから着れない、これあれ好きじゃないみたいな、本当に酸っぱいブドウみたいなことをおそらく自分がしてるんだろうなっていう予感がしました。分かった、じゃあ着たいという前提で動いてみようではないかと思いました。ただやっぱり10万円分も買わないなって思いました。そのままドレス着たいな、10万円分買わないな、ドレス着たいな、10万円分買いたいな、むにゅ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 って昨日寝ました。朝目が覚めました。はっ、オールナイトニッポンを再生しようと思ったそのタイミングで私の中に電流が走ります。購入代行っていう単語が頭の中に響きました。ひらめき、それを具体的にする購入代行、つまり私がみんなの代わりに地方の人、海外在住の人たちの代わりに私がお得な商品を買ってくればええやないかっていう風にひらめきました。イエーイ。そして、怒涛のごとく申し込みフォームを作り、バナーを作り、さっき昼頃に告知をしました。そしたらものすごい勢いで申し込みが入って、本当はもう2人申し込みが入ったらもうオーバーだったんですよ。みんなお金持ちだったから、もう購入する金額がもう10万円近かったんですよ全員ガンガンガンだったんですよ。だからもう2人申し込み入ったらもう10万超えたんだけど、やばい、申し込み切らなくちゃと思って、ギリギリで申し込み切って、私が今回私の分除いて支払う代金がいくらだ、20万払うことになりました。笑える、すごい。でも購入代金だから私が代わりにお金払うだけ、みんなからちゃんとお金もらうよ。すごい、叶ったと思って。これなんでアイディア降ってきたか、ちょっと一個思い出せることがあって、それは何かっていうと、あの源会議のやり取りの中でポップアップの日付時間変更を交換してくれませんかっていうやり取りをしてるのを見ました。でその中である人がなんだっけ、代わりに何か商品を買ってきてもらえませんかっていうお願いしてるのを見たんですね。で私はそれを見た時にザーってしたの。それ何がザーってしたかっていうと、もう過去の記憶にもあるんだけど、何の手数料も払わずに人に物をお願いするっていうのは、私はあんま行儀がいいことだと思ってないんですよ。だってさ、めんどくさいじゃん。荷物をさ、どこぞの人間のためにさ、物運ぶなんて絶対嫌なんですよ。私過去、もう全然、見知らぬ人間から、なんか誰々の友達の紹介でご連絡させていただいております。ハッピーちゃんのライブに行くんだったら CD 買ってきてもらえませんかみたいな、行儀悪いやつがいたんだけれども、締め倒したんだけど、やりませんって言って断ったんですね。絶対嫌なんですよ。でも私は、今回、ドレスが着たいっていう目的があった。そして、10万円は私は自分の自費から払うのはちょっとできないなと思ったから、募集をかけた。で、それだったらば私はもう全然カート引いて、青山に行くのはもうやぶさかではないと。で、みんなにも手数料をもらう気はないと。私はこれを商売にするつもりはなかったから、商品代金の現品の代金、銀行の振込手数料、商品の発送費、というものだけ、段ボールと梱包資材でかかるからね、それはくださいっていうのを明示したんですよ。わかりますか？これはですね、私がいっぱい仕事してきたからできることなんですよ。いっぱいバナー作成してきて、いっぱいホームズとかで申し込みフォーム作ってきて、でそれで自分が商品を身元が知れない人間とやり取りするわけじゃない。だったらば、
トラブルが発生するのはもう分かるわけですよ。こういう時にはこういうやり取りです、ここまでにお金が振り込まれなかったら私は思いっきり訴訟をしますよと、全部トラブルになりそうなことは留意事項で書き示したんですよ、言葉が強かったとしても。それを乗り越えてくる人だけが来てくれればいいと思って私は募集かけたら埋まった。嬉しい、すっごい嬉しかった、びっくりした。で、私が気がこの度気がついたこと、直感ってすっげー気のせいだろって思うレベル感の一瞬しか来ないんだなっていうのがよくわかった。早かった。だってさ、よくみんな考えてごらんよ、購入代行1秒くらいじゃない、これ聞こえてくるの、これをつかみ取れって言うんだよ、マジかよって思うよ。でも今日つかみ取れてよかった。私ね、今ね、最近の投稿で書きましたけども、もう8年くらい前に心屋仲間から教えてもらった宇宙さんの口癖の本読み直したんですよ。あの本の私最初20代の時って自己啓発本コーナーの本とか、なんかスピリチュアルの本嫌いだったから全然抵抗があったんだけど、本のデザインも好きじゃなかったから。でも8年前初めて読んで面白いなって思って、でもその当時ってエゴキンマンがすっごく強かったから読んでも実行に移せなかったんですよ。で今翡翠小太郎さんやハッピーちゃんやさやちゃんや、まあ、いろんな私にヒントを与えてくださった皆様のおかげでエゴキンマンが大いに死滅していってるんですね。でその結果私は行動に移せたんですよ。で私が最近やってたことっていうのは、ありがとう愛してるをずっと歩きながら言うとか、洗濯物干しながらとか家事用事をしてる時にありがとう愛してる、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 ありがとう愛してるっていうのを延々に言いながら動いてたんですね。これをやってたらですね、本当に直感の声が聞こえがいいというのと、あとやたらと親切にされるっていうのと、こうなってるんでしょうか、素直になっていってるのがよくわかります。私は多分ほんとちょっと前までドレスが着たいなんて趣味じゃないからいいって言って終わりにしてました。でも自分の体の反応がもうこうやってドレス見てるから、もうドレスが気になって仕方ないんだな、じゃあこの望みを私が叶えてあげるためには、なんか叶えてあげたいな、叶えてあげたいな、今アイディア降ってこないけど叶えてあげたいな、ドレス着たいんだね、分かったよドレス着たいんだねって受け止めてあげることをしていたら直感が降りてきた、そして望みが爆速で叶った、おめでとう私、すごい、みんな潜在意識洗い直しすごいぞ、ありがとうおめでとう、愛してる、何でもいいよ、なんかいい言葉ずっとつぶやいてごらん、なんかおかしなこと起きるから、私おかしなこと起きてるから、ありがとうエリちゃん、おめでとう、嬉しい、私本当に嬉しかった、こんなことあるんだって思って本当に嬉しかった、超嬉しい。なので明日私は配信をしながら、みんなドレス着てみようという配信を明日しようと思っております。聞いていただいてありがとうございました。春風でした。バイバーイ。